愛新深羅衛生は、新及び満州国皇帝、愛新深羅不義の辞典、不決の長女、天城山真珠で死亡した女性として知られる。以下の記述は、客中を除き、愛新深羅博史1992年、船木1989年による。1937年4月、不決と佐賀博史が日本内地で結婚し、千葉市投げで新婚生活を始め、 そこで広志は解任する。同年9月に、不決が、10月には広志が止まんし、翌1938年夫婦の第一子として、満州国の首都新京で生まれる。翌年、父が満州国中日大使館に勤務となり、東京に行く。その次の年の1940年に、妹の姓が生まれた後、新京に戻る。新京にいる間は皇帝である叔父の不義に,に大変。 可愛がられた。1943年春、学習院幼稚園に通うために再び、日本に行き、日吉にある母の実家の佐賀家に預けられる。これ以後19歳で死ぬまで、日本で過ごすことになる。同年が秋、父が陸軍大学校に入学する関係で、父母や妹が東京に来たため、一家で麻布マミアナで生活する。翌年12月、父は、 陸軍大学校を卒業し、父母や妹は心境に帰ったが、永世は学校のことがあるため日本に残り、日吉の佐賀家に再び預けられる。心境に帰る、東羅を羽田空港で見送ったが、これが父との永遠の別れとなる。1945年に日本の幸福により満州国は解体する。 父は赤軍に捕らえられ、以後1960年に釈放されるまで、ソビエト連邦と中華人民共和国で獄中生活を送ることになる。一方、母と妹は中国大陸を露転した末に1947年日本に帰ってくる。日本に帰ってきた母と妹は永生のいる日吉の佐賀家で一緒に生活することになる。永生は学習院初等家。 学習院女子中等科、学習院女子高等科と学んだ。中等科に進む頃から、中国語の勉強を始め、高等科に在学中の1953年、中国の州恩来首相に対して、父に会いたいと、中国語で書いた手紙を出し、感動した州により、連絡が取れなかった父との文通が認められる。高等科の3年の時に、 東京大学の中国哲学科への進学を希望するが、親類の反対にあい、1956年、学習院大学文学部国文化に入学する。同じ学科の男子学生、王と交際をするが、母をはじめとする家族には、交際を打ち明けられる環境ではなかった。1957年12月4日の夜に入る頃、天城山で、 王の所持していたピストルでを都心重視したと推察されている。二人の遺体は12月10日に発見された。なお、佐賀屋側は王による無理心中だったと主張している。衛生の遺骨は1961年に中国に帰国する母の広氏によって北京に運ばれる。当初は厚志新農家の墓地に入れられる予定であったが、 文化大革命の動乱を経験した父母が平和な地に納骨されることを望み、1978年に放中した妹のセイラが帰国する際に、半分の遺骨が日本に運ばれ、佐賀家の菩提寺である二村院に、外祖父母と共に一旦納骨された。1987年に母が亡くなると、母の半分の遺骨と共に、愛新隠羅社に移されて治められた。 1994年に父が亡くなると中国に残されていたもう半分の遺骨が父母と共に北京郊外あるみを峰山上空より散骨された。衛生は学習院幼稚園に入園員後ずっと日本で生活をしたが中国への関心を持っていたとされる。衛生は読書家であったがその関心の一部は中国文学や監視、 自身の先祖にあたる清志王朝に関する書物などに向けられていた。1955年、父の重帝の広志樹が来日して、しばらく登留した際には、その通訳をしている。衛生は、広志樹によって、ハ、は、エ、い、ーという語をつけてもらっている。広志樹が来てから、衛生の中国人としての自覚は一段と高まり、私服で外出するときは、好んで、 高い爪めりの中国服を着るようになった。その一方で、衛星自身が大学時代に親友に中国へ帰国する意思のないことを打ち明けている。ありがとうございます。